どうも、ラブミールです。2023年はプレアデス星団に注目の年。何か、宇宙でスバルやこのプレアデス星団とか、大星座の方で注目のニュースが出たり、話題になるニュースが出たり、もしかしたら NASA が何か発表するかもしれないです。まあ、そんな、2023年の運勢を、まあ、話したんですけども、2023年の2月は、木の枝の虎の月になります。で、木の枝というのは引用語行論では、まあ、木に表され、虎も木に表されています。なので、こう大きな樹木を表しているのが2月です。で、この大きな樹木、例えば神社とか行った時に御神木がありますよね。そちらの御神木の方にこう触れたりすると、運が高まるので、ぜひやってみてください。まあ、こう触れるよりこう1センチぐらいこう離して、まあ、こう1センチぐらい離して触れるか触れないかぐらいでこう波動を感じるみたいなことが、もしかしたら一番こう運が来るかもしれません。ぜひやってもらったりとか、なんか神社とかによっては、こう木がくり抜かれてて、その中に入れたりとかする場所もあると思うんですね。で、そういうところがあったらこう入ってみるといいかもしれません。千葉の香取神宮とかだと確か入れたような感じがしたと思います。で、あと、この色で表すと、青や緑です。ラッキーカラーは、2023年の運勢と変わらないので、ぜひ使いやすいので、青や緑のものを使うといいかもしれない。あの髪の毛とかメッシュでね、ここ入れたいなっていう人は、まあ、緑や青や、まあ、ネイビーとかがおすすめですかね。で、またこの虎を見るとですね、三髄をつけると演じるっていう感じになります。なので、この演じる、なりきるが大切な月です。ちょっと不安なことがあっても、自分ならできる、あの人みたいになろうみたいな、なりきることで自信を持って行動すると運が来ます。不安な気持ちがあっても、自分は、一流の何々なんだと思いながら演じてやってみるといいと思います。で、スタートにもいい月です。そのスタートにいい理由としてはですね、陽のエネルギーの始まりなんですね。2月を表す虎からこう陽のエネルギーが、始まっていきます。なので、2月からこう何か思い切ってスタートさせようって思うと、パワフルにやっていきます。まだ季節的にはね、寒いですけども、占い上ですと春なんですよ。だから、ここからね、なんか始めていくエネルギーを持ってみてください。まあ、気持ちの中だけでもいいかもしれません。待ち受け画面とかは、あのスマホとかの待ち受け画面とかは、ご神木とか、美しい樹木を、何か緑の青々とした美しい樹木を待ち受けにすると運が来ると思うので、やってみてください。あとね、名前で言うと、この木がつく人、まあ、木、林さんとかもそうですし、森さんもそうですし、本がつく人とかもこう運があるかも。またこういう木がつく感じの人たちや本がつく感じの人たちが世の中で注目が集まりそうです。まあ、木片がつく人、まあ、こういう方にも注目してみてください。まあ、そういう意味だと木星とかね、木星の動きにも注目の月かもしれないですね。木星で何かが発見とかがあるかもしれない。木星の衛星のエウロパで何かがとかあるかもしれない。2023
3年2月は、1974年生まれの方がとても運がいい年です。九星でいうと八白土星の方が特に運勢がいいです。1974年生まれか、または八白土星の方、何か幸運が訪れるのではないかなと思います。そんな感じで素敵な2月を過ごしてみてください。